ですけど、ありがとうございました。いや違うんだよね、髪の毛めっちゃムラがあるんですよ。この辺が結構シルバーなのにこっち紫っていう、まあ画面だとは分かりにくいかもしれないんですけど、ちょっと結構ムラがあります。ムラってます。だからどうしようかなっていう。切れ毛やばい、切れ毛がやばい。ありがとう。あと今日は結構割と多めの方が来てくれてた気がする。この村は紫の色落ちがこの辺のシルバーなんですけど、これになっていきます。はい、だから私が村シャンとかを変にやってるからすごいムラになるので、ムラシャンをしなければ全部このシルバーの色になります。髪の毛が、そうなんかね、そうやばいんだよね結構この辺、結構シルバー、あーわかる、これこんな感じシルバーなんです。姉さんなんかご飯を食べるか食べないかで迷ってて、めっちゃお腹空いたわけじゃないんだよねけど、どうしようかなってなってる。寒い、いや今日の公演はすごいなんか不思議なメンバーが多くて、不思議っていうか、まあ私が一緒に出る方がでも言ってセナタンとユインさんしかいなかったけど、ね珍しいよね、なんかあんまめっちゃお腹空いたってならなくて公演終わりに、珍しく。でもお弁当が唐揚げだったからそれをね、そう唐揚げ全部食べちゃったんです全部食べちゃったんです。だから弁当はお昼に食べたから、公演前に食べたから持ち帰りはないです。そう昨日はでもポッキー、ご飯とあのポッキー、チョコのポッキーだけ食べて終わりました。うまいけど、お菓子食べてたら変わんないけどね。そう僕隊って K が多くて、今日も K が4人いました、私含め。いやー緊張する。やっぱなんか月一で舞台出てるんですけど、やっぱ月一って忘れちゃうから、そうドキドキしちゃった。ドキドキしちゃいました。どうでしたか、来てくださった方、そしてみんなもうオンデまで見てくれましたかね。どうでしたか今日は。そうなんかね、だから慣れるに慣れないというか、僕隊が
やっぱまだ緊張しちゃいますね。そう、楽しかった。本当確かに髪色で分かるものがやっぱ、公演お疲れ様でした、楽しかったです、ありがとうございます。でも本当に僕隊は楽しいんだよね。私も楽しいし、メンバーといっぱい目合わせるところあって、やっぱメンバーとその絡むところがある曲ってのはすごくいいなって思います。あとはそう、ゆいりちゃんとせなちゃんと初めて出たんですけど、本当にあのゆいりちゃんのファンが多くて、女の子めちゃくちゃいてびっくりしました。なんか噂には聞いてたんですけど、すごいいっぱいいらっしゃいました、女性ファンが。でメール書いたので見てください。いや、パスタをなんかそのレンチンパスタみたいになるじゃないですか、今簡単にできるパスタみたいな、それを作ろうか迷ってるんですよね。女性エリアで見てました。お、嬉しい、気になってくれたんですかね。そういうわけじゃないのかな。いやでもこう、なんだろう、新しい初めて出る方と一緒に出て、そのファンの方をね、少しでもなんか気になってくださればいいなって思って出てるので、僕隊とかは本当にそういうチャンスがね、もちろん私のファンの方も他の子になんか気になったりとかすると思うんですけど、そういうのもね狙っていけたらなって思いつつって感じです。なんかさ、波動デザインのさ、メッセージカードかけるんですよね。なんかそのメッセージカードを今日もらったんだよね、波動のそう、ありがとう。でも本当に数枚なんだけど、好きになりましたってか、近くで見て可愛さに感動しました、福島行きますとか、可愛いファイトとか、そう、そう、初めてよ、初めてな気がする。これなんだろうと思ったらメッセージカードだったんで、ありがとうございます。11月8日もあるのでぜひ待ってます、大量に。ねえ、今日も2位だったんだね、なかなか勝てない。私1回も自分が出てる時に1位になったことがないので、ちょっと皆さん次またよろしくお願いします。ヒサリプは新しいポジションでした、今日早くも。靴下脱いじゃったから寒い、寒寒寒い。今日はナナシちゃんがうまかった。ナナシはうまいよね。うわ、もしかして今日サイレントじゃないですか。うわー、あれ、あれ、サイレントってもう終わりました。あ、野球が押しちゃってるんだ。
嘘、どうすんのこれ。サイレントやらない可能性ある？そうなんだ、野球次第なんですね。びっくりした。時間ずらしてやるのかな。明日は私の親友の誕生日です。なんかお誕生日美味しそうなの食べてる。あ、試合終わったんだ。終わっちゃったんだ。すごい一瞬。いや、私 TikTok をこの髪色で撮ってなくて、なんかおすすめありますか。今撮ってみようかいしようよ。 TikTok TikTok 撮ってみようかいしよう。あ、これじゃない。むずむず。ちゅー、かわいくてごめん、生まれてきちゃってごめん、ちゅー、あざとくてごめん、いなっちゃうよねごめん。え、ほんとになってるこれ。これ知ってます、みんな。この服でいい？何でもいいか。この服でいい？なんか全然可愛くないけど、この服。口の色な、クラなんか、しかも。え、こんな服でいいかな。鏡でこう光を与えればいいんじゃない、自分に。なんか位置が悪い。でもここをちょっとリボン結びにしてみようかな。サイレント23時半。おお、遅いね。え、これでご飯でも食べなかったらだいぶ痩せるよね。どうしようかな。痩せたいっちゃ痩せたい。踊れるかな。でも唐揚げ食べたんだよ、夜っていうか公演前に。だから絶妙なんだよね。
この辺あむずあこの辺すっごいでも むずい顔がむずい顔がむずいしかも食べるべき食べないべきなんかこれじゃないしかも音源うんうん、ちょっとあざとくてごめんごめんだ。いくよ。あーミスった最後しかもあーって言ってる顔映ってる悔しいもう一発撮りってなかなかむずいよね練習するわOK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 
きたいね。これはねえ。ミスター、この NG 集はどっかに載せたいな。むずいってこの曲。あー、ウィンクするの忘れた。できたけど、いや、もう一回やり直したい。もう一回、もう次で和紙で乗せたい。あと何が流行ってる今。私癖でウィンクしちゃうからな。ちょっとミスるミスる。もう一回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 、これは止めた。さすがに行くよ。もう行く。あ、いけた。
いけた。オッケーオッケー、乗せる。ちょっとフィルターかけて乗せます。どれだっけな、いつも使ってるフィルター、これだ。色落ちしてきちゃったけど、髪の毛紫になりました。チラチラ乗せた。さあ何が流行ってる。あとはトップーツカーター。でもなんか TikTok の動画をなんか作りたい、面白いやつ。なんかさ、眩しい。作っなんかね、ファンの方が最近、ファンの子が最近作ってくれたんだけど、流行ってるよね今これ。ちょっとイケメンとぶつかったって、ティティンティンティティンティティン、宿題をするの忘れたって。何が流行ってる？あ、ハッシュタグつけるの忘れちゃった。早みんなコメントするの拡散してね。宿題をするの忘れた、ふざけんな。もうクリスマスの時期？
まだ早いか。いやでも私部屋にクリスマスツリーちっちゃいやつ、ガラスのやつ去年飾ってたんですけど、それも飾り始めようかなって思ったけど、まだハロウィン終わってないからやめようと思ってやめた。あとリース、ちょっとイケメンとぶつかった。これはでも全身ないからな。宿題をするの忘れた、僕もマッチョになれるかな。寒くない？今日暖房つけていい時期。え、つけてる？つけようかな。間違いなく自分で寒いと思ったらつけるって感じ。何度？23度くらい。なんか暑すぎるの嫌なんだよね。ないない。え、普通何度なの？温度25度とか？もっと低いか。ふざけんな、重すぎるつな。 26？ 結構暑いんだね。もう TikTok 見るのやめるわ。ちょっとイケメンとぶつかった、ピン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 、うんうん、23度くらいでいっか。お腹すいたかもしれん。韓国は寒いよね。韓国のが寒いんだもんね。いやーちょっとお腹すいた気もする。ちょっとね、ちょっとでもまだ起きてるんだよな。いや今日マジでなんかバタバタして
自撮りできなかった。ユニットの写真とかマジで撮れてない。かわいいセナタンがツイッターに書いて ALT に書いてるから、セナタンともあんま話せず終わってしまったから、みんなサイレントハマってるやん。ハマってるやん。私も好きやけど。ちょっとイケメンとぶつかったり。わ、私クロサギ見てないんだけど、クロサギおもろいですか？見てないクロサギ。ドゥルドゥルドゥドゥルドゥドゥ、いやごめん、クロサギってまだ見れるのかな。やばい、明日までだ。今日見ないと。お腹空いてきちゃった。でも10時半か。いや、アイスクリームくらいで我慢しとこう。前やってたクロサギは見てないかも。話全然わかんないから見てないってことだよ。いや、アイスで我慢する。逆に今アイス食べようかな。今食べて、いい、寒いけど。いや、アイスいっぱいあるの。アイスいっぱいあるんです。じゃあアイスだけ食べる。今日の夜ご飯何アイスにしようか。合う。じゃあこれにする。じゃだーん。生チョコアイス。うん、まあ、ご飯食べてないんで、これでお腹空いたら怖いけど、とりあえず寒いけどアイス食べます。ちょっと寒いから、寒いからもうこういう毛布が必要だね。布団カバー変えないと。やっぱさ、一回さ洗うべきかな、そのシーツ。
トーストが気持ちいいね。すいたきたかも。確かに洗おう。いやもう変えた方がいいよね。天気いいのかな、ここの道か。じゃーん、いただきます。いやこれが出るとすごい冬だなって感じる。買った、まだ買った。明日は金曜日なんですね。紫入れる時ってブリーチしました？もちろんです。今日公園だったんだ。そう、親友ちゃんのお誕生日なの。ちょっとアラームかけとかないと忘れちゃうでしょ。いただきます。うん、お話し会です。明日、間違えた、明後日だった。何着よう、寒いかな。寒い。普通くらいか。何着よう。冬って本当アウター難しくないですか？お話しか行くよって人、いっぱいある。あ、ごめんなさい。こんなイヤホンだけ忘れんようにね。楽しみに待ってます。また今日誰かコスプレくれた。コスプレ女なんですけれども、うん、逆に2日間ともコスプレしようかなとか思ってきちゃったけど、
でも30日だっけ、あれハロウィンって30日、31日いやでも1日だけにするうん、ショールームで着ようかな。31日か、まあ30日も31日もショールームでコスプレ配信したらみんな嬉しい？何にしようかな。寒い？土曜日？土曜日は寒くはないか。もうコートとかでもおかしくないのかな。おかしくはない。昼ちょっと暑いんじゃないですかみたいな感じ。薄手ってむずい。薄手ってどんくらい薄手薄手ってむずい。もこもこではないからな。むるにゃ。薄手ってトレンチコート的な感じ。ちょっと冬生地だけど別にそんな分厚くはない。なんでかって安いから。うんうん、あのエピノームのモコモコほどじゃないよ。ニットは早くないでしょ。むしろニット1枚くらい。これむずい。うん、あれって冬物コートになるのかな、わかんないよ。何着よう。うん、なんかセーター、なんかピチピチのニットにカーディガンくらいがいいのかな。
やっぱ冬ってむずい。甘いの食べるとしょっぱいの食べなくなる。本当は無理した。美味しいこれ、しょっぱいの食べたくなっちゃう。いや、ポテトないんよポテトないよ。ねえ、ラーメン食べたくなってきちゃった。インスタントラーメンでも愛媛で買った、ちょっとラーメン見てほしい私がポテト大好き人間ってことみんなにバレちゃってるの、ちょっと恥ずい。愛媛でさ、夏に買ったラーメンが美味しそうなの見てほしい。でもね、新潟で買ったラーメンも美味しそうなの。私ラーメンオタクでさ、じゃあちょっと紹介するね。今ラーメン紹介、ラーメンは基本ストックしていくんですけど、でもあんまりラーメンもあんま好きじゃなくて、なんかお店で食べるラーメンは好きなんだけど、インスタントにちょっと飽きちゃった。タイ塩ラーメン絶対美味しくない？これまだ食べれる、賞味期限過ぎてない。タイの風味と旨味を生かした塩ラーメンです。タイエキスに鶏ガラエキスを合わせ、厚みを持たせることで味を締めました。美味しそう。続いて、これ美味しそう、これ食べたい。瀬戸内塩レモンラーメン、あ、これ美味しそう。今回さっぱりしてたら食べれそうじゃない。瀬戸内の豊かな自然と温暖な気候で育てられたレモン、その旨味が生きた塩ラーメンができました。鶏だしの旨味とも相性バッチリ、ぜひ一度味わってみてくださいです。食べない多分。みきゃんラーメンマダイ醤油味美味しそう。これも美しい海と温暖な気候に生まれた、間違えた、生まれた美しい海と温暖な気候に恵まれた愛媛県、その海で育てられた愛媛の鯛は食べる人に幸せを運ぶ日本一の鯛っていう。同級生だから応援してるよ。あ、別に学校の同級生とかじゃなくてってことだよね。びっくりした、同い年だからってことね。同級生だからってなかなか言わんけど、何これ、楽ちんって、なんて読むのこれなんて読むのこれ、楽ちんってで合ってる合ってそう。新潟具体ラーメン、背脂ラーメン、これはちょっとカロリー高そう。そんなことないんだ。職人の町なんとかが発祥の煮干しが効いた醤油スープに豚の背脂を大量にかけ、薬味に生玉ねぎを合わせた力強い味わい私が笑っちゃうからよくない、なんか美味しそうだよね。これ背脂に惹かれちゃったっていう。まだでもあとは普通にインスタントラーメン、塩ラーメンとかが残ってます。めっちゃむずい感じだった。あ、新潟の地名じゃない、これだ。これ私家系ラーメンに玉ねぎ入れるの大好きなんですよね。玉ねぎないとやだ。これなんて読むの、これツバメ、ツバメ、ツバメっていうところが新潟にあるのかな。すごい、みんな賢いね、賢いね。いや本当にやだ、もう相変わらず漢字読めないのねとか、本当に
もう私ムカついちゃう。習ってないもんこんな感じで反抗しちゃうからよくない。私もイライラしちゃうからよくない。食べようかな。いや我慢するわ、する我慢するわ。あーでももう11時になっちゃうんだね。あそうだ、北海道のラーメンも七瀬にもらったわ。ラーメンマルケですわ私の家。足が冷える。やっぱモコモコの靴下ってあった方がいいかな。モコモコの靴下がないこの家にあった方がいいかな。寒いよねだって普通に。寝るとき私絶対脱いじゃうんだよね靴下。だけどこの部屋にいるときに履いた方がいいねこれ。そうむくんじゃうから。そろそろ洗いたいな。末端冷え性だと思う私マジで。めっちゃ末端の冷え性。今足がカンカンに冷えてる。インスタントでもニンニク入れますか。まあ物によってはあっさり系にはあんまり入れないですかね。でもクロサギってパラビにあるんだ。私パラビ入ってるからじゃあパラビで見ようかな。寒い寒い寒いよ。サイレントは今から応援派ですか。みなとくんかさくらくんだよねこれね。友達と喋ったんだよどっちがいいんだろうって。どっちがいいんだろうって話したんだけどやっぱなんかなんだっけな、なんかあのあのあれよ、そうやっぱ別れるんだよねさくらくんとみなとくんと。で
なんかどっちの立場になってどっちの立場にも なってはないんだけどその感情を抱いて なんか考えてみたの。でいやさくらくんは確かに耳が聞こえなくなりました。でもそうつむぎちゃんだよね、つむぎちゃんのことが好きですみたいな、ずっと好きでいたけど迷惑はかけないで別れましたってなった時に、いやでもなんかちょっとむずいんだよね。みなとくんはうん、何が言いたいか伝わらない。いやなんかもちろんどっちに幸せな、なんかむずいんだけど頭抱え込んじゃったけど、もし自分が、いや違うんだ違うんだよ。いやなんかすごい難しいんだよねこのドラマって。なんかすごいさくらくんに寄り添いたくなるんだけど、寄り添いたくなるんだけど、いや違うんだよ、今付き合ってるのはみなとくんで、で違うの、つむぎちゃんがね今好きなのはみなとだよって、さくらくんは好きじゃないよって言った時にさくらくんがすごい悲しそうな表情をして、あーさくらくんって思ったんだけどもでもそのみなとくん、そう言われるみなとくんも多分嬉しいんだけど、実際そのつむぎちゃんの行動的にはもともと好きだった人のためにわざわざ手話も覚えてあってっていう行動が多分すごい湊斗くんに引っかかると思うんです。そうだからむずいんだよね、むずいむずい。そう今彼だったらめっちゃ複雑だよね、そんな感じ。むずい。いやむずいよ、分かんない。でもこんな流行ってるから普通に顔のタイプとかもみんなありそうだけどね、うん。いやなんかでもすごいキュンキュンしてる恋愛じゃないじゃないですか、ちょっとなんか深いというか大人っぽい恋愛だからこそなんか楽しめるなっていう。TVer のお気に入り登録がすごいらしいよ。なんか今日の化粧いい感じじゃないですか。そんなことない。髪伸びたな。でも本当に多分紫がもうだんだん落ちていくと思うので、シルバーくらいになっても皆さん好きでいてください。眉毛綺麗、本当に眉毛めっちゃ適当に描いちゃったけど、それならよかった
ちょっと聞いてもらってもいいですか皆さん。私の服の話なんですけど、私これのトリートっていうところのこの黒のワンピース、これの白バージョン、あ、思ってるんですね私。はい、あ、また服の話かよとか言わないでくださいね。絶対にそれは禁句なんですけど、はい、胸のそう白バージョンを持っていて、これの黒を買おうか迷ってるんです。そしてこの上のチェックのワンピースもめっちゃ可愛くて買おうか迷ってるんですけど、まあ、買うならどっちかの方がいいと思うんですけど、どっちがいいと思いますか。いやでもね、ちょっと甘いかもしれない、後に飽きそう。でも可愛くないですか。そうでも黒も可愛いんだよねっていう。黒はこんな感じ、動画で見ると。やっぱ黒可愛いな。そうでもチェックってあんま持ってなくて、いやーそう迷ってるんです。もう物欲やばい。今日公演ありがとう、楽しかったし、おしそうわらわら、おしそうおそうわら。そうでも黒のやつは白持ってるんですよね。チェック派だよね。確かにチェック可愛いと思ったの。迷う。でもさ、もう買ったばっかなの服、ここディールで。だから我慢するって決めたのに、分かんない、いくらなんだろうね。1万超えてると思う多分。迷う。なあ、ごめんなさい。あ、黒のやつは確実に1万超えてます。私1万超えて買った気がする。迷う。そう、見てる時点で我慢ができないのよね、これ。でも1万超えか。でもね、店舗に買いに行かないと買えなさそう。ウェブだと多分絶対売り切れちゃう。もうなんでこんな服好きなんだろうって怖くなるわ自分。怖くなりますもん。でもウェブもすぐ売り切れちゃうしっていう。まあ考えますわ。考えてる間に売り切れちゃうんだろうけどね。え、私のストレス発散方法は服を買うことなので許してください。なんでそんな服が好きか。服を着ることによってモチベが上がるんですよね。可愛い服を着ることによって自分も可愛くなろうって思っちゃう。でも化粧品って、化粧品ってもちろん人によっては化粧品が好きな人もいる。私も化粧品はまあ割と好きなんですけど、化粧品より服なんですけど、化粧品って塗ったらなんかどれも一緒なんじゃないかっていう、まあ、ないと思うんですよ。そんなことはないと思うんですけど、個人的に塗ったら別に変わんないだろうなと思って服にお金かけちゃうっていう。だったら服の方がいいなっていう個人的な感じです。
そう、服の方が欲しくなっちゃう。いやでも私はもう服買わないって決めたから買わないようにしないと。破産する。破産する。はい、ということでショールーム終わろうと思います。嬉しい。でもそう、お洋服素敵だねって言ってもらえるの嬉しいから。ワンピースいっぱい好きな、ワンピースめっちゃ持ってるからそれなんですけど。じゃあ明日もしかしたら朝になっちゃうかもしれないんですけど、よろしくお願いします。見れそうな方いたら見てください。ではランキング見ます。13位まぼろしさん、12位中心さん、11位りょうたとマークとりももしさん、10位あきひこさん、9位さいたとマークあいんちさん、8位ペロペロチーノさん、7位リュウストさん、6位中心あとマーク超大盛りなたりどんさん、5位 YK とマーク僕体公演お疲れ様さん、4位やすさんさん、3位 TK とんかとマークタイのなたりどんさん、2位ゆっけさん、1位しんすけあとマークうなたりどん公演お疲れさんです。ありがとうございました。ということで見てくださってありがとうございました。また明日お会いしましょう。おやすみなさーい。